昆虫記はジャン・アン・リ・ファーブルの代表作。世界各国で翻訳されており、日本でもファーブル昆虫記として親しまれている。日本ではファーブル昆虫記として作者の名を冠しテルフされることが多い。昆虫の習性に関する読み物として非常に広く読まれている。この本は、 1> 第1巻が1878年の出版で以降1907年の10巻まで出版されたものである。内容は彼が若い時から手掛けた様々な昆虫の習性、及びそれを知るための彼の行った研究について記したものである。ただし研究論文のような題裁は取らず読み物的な語り口と擬人化した表現が多い。この本は科学書ではなく むしろ一般的な読み物として評価が高くなり、ロマンロランやメーテルギンクなども愛読者であったという。彼は最晩年に高い評価を得、その偉業を称える記念式典が1910年に行われたが、それらはこの著書のためである。その内容には科学的に重要なものも数多いが、彼がノーベル賞候補に上がった時、その対象は文学賞であった。昆虫記の内容は、 種として様々な昆虫の生態観察とその結果である。非常に広範囲の昆虫が扱われ、他にサソリやクモなど昆虫でないものについても少数ながら取り上げている。特にハチ類とクソムシに関するものが多い。これは彼の興味の中心であり、特に複雑で興味深い行動が見られたためであろう。しかしそれほど複雑な習性を持たない昆虫にも多く、 触れており、特に後半は、それが増えているのは、対象として扱って面白い昆虫が、身の回りからいなくなったためとも言われる。また、昆虫に関係しつつもそれを主題としない章。例えば、階層や、進化論批判を取り上げた章もある。ありがとうございます。